ドラゴンボールクイズしよう。ドラゴンボールにしよう。お笑いする俺も見たけど、ちょっと詳しくはないな。俺見たことないから、いや、いや。ドラゴンボールドラゴンボールドラゴンボール。あったでっ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 。ドラゴンボール。ドラゴンボールの上級にしよう。上級で、あとピッコロ編なしな。ピッコロ大魔王編なしな。なんでなん、俺見て見てないから。やばいよ、セコウが。セコイヤチョコレートや。上級やろ。セコイヤチョコレート。字読まれへんからな。そこも面白いところやから。行きますじゃあ。はい。ディ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 。はい。エジロベイに切られ食べられたピッコロ大魔王の部下といえば。はいはい。はい。シンバル。ピンポーン。わあ。すごいな。いちいち当たった。ピョン。自分で。俺この前復習で出たから答えれると思った。行きます。負けた。天津飯。追い詰めたが、後に駆けつけた悟空によって滅んだピッコロ大魔王の部下といえば。はい、はい、タンバリン。フルー。はいはい、フルート。フルー。何て言うの。はい、はい、ドラム。ピンポーン。緑のやつや、緑のやつや、緑のやつ出てこんわ。はい、秘書的な役割をするプテーラノドンのようなピッコロ大魔王の部下といえば。はい、タンバリン。フルー。はい、名前でございます。フルート。フルー。何て言う、はい、はい、ビブラフォン。ブルーボイピ、はい、ピッコロ。ピラフ違う、ピラフはいつやピ楽器。ピッコロ楽器。ピアノ。ピアノ。ピアノ。イエイ。いきます。はい、使用者の命を削る。はいはいはい、マフマ。え、違う。気候法。ピボン。いきます。天下一武道会でシェンを使ったヤムチャの遠隔操作法が可能な気候法という。はいはいはい、気相談。早期談。はい、あ、そうや。ヤムチャの狼。はい、老化夫婦犬。あー、ちょっと何してんのな、問題。俺、4点、いけちゃう。バレーボール風に3連続攻撃を仕掛ける天津飯の毒。はい、配球権。はい。すごいな。天津飯が天下一武道会で使用した2本の腕を生やす技といえば。指針権。ず、惜しい。指手権。え、なんだよな。すごいな。指針権。違う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 。指手権。手腕権。ちゃうわ。四つ、え、なんかそんなに三つ、え、写真券。し、しやった。ちゃうか、しか。し、両券みたいな。し、手腕券じゃない。手腕券。四二腕。うん、使用券。使用券。うん。ドローやな、これは。これ五点。天津飯が天下一武道会で使用した自分の体を地に分身させる技といえば。アニメでセルも使った分身の術みたいなやつやな。剣。分身剣、残像剣。死。え、死。瞬、瞬、瞬。死神剣。死神の剣。じゃあ 0.5。 あ、あ、今あんじゃないか。5対1。相手にわずかでも悪の心があると体が爆発すると言われている悪魔の必殺技は。悪魔光線。せや。え、悪魔光線。うん、悪魔光線。うん、5文字カタカナ。うん、悪魔糸光線。15分。悪魔糸光線。おぉ、6点。だから俺ピッコロ編無理って言ったやん。ピッコロ編だ。ピッコロ編やん、それを君言われてるけど。ユーマオ。はい。の城の父。城の炎を消すために悟空たちがカメハメハ、カメ仙人に貸してもらったアイテムは。あ、扇や、なんとかの扇。そうそうそう、で、なんちゃら戦。バフー戦。違う、陣痛戦、陣痛戦。バ、バフー戦。俺言ったやん。馬匠戦。馬匠戦。うんうん。あれ、やったもんな。やったもんだろこれ。多分、そうなん。もう
ってない。でもここら辺全部やってんだよ俺。でも覚えてない。ブルマがウーロンに舐めさせた。ピーピーという下痢をなんちゃらするお菓子は。ピー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 ガム。ピーピーラムネ。ちょうちょう。ピーピーラムネ。ピーピーガム。でもそんなって気するんやけど。ピーピー。あのボートの上のシーンやろ。ピーピー。ピーピーカプセル。ピーピーアメ。アメを？デミ、どういうことなんだ？あ、ピーピーキャンディーや。うん、しゃ！判定やで。あい！初登場のブルマの年齢は？はい、15歳。14歳。はい、16歳。はい。試合なのでーこの前一発あったのに。いや、ユーマ王の汁があった山は？はい。はい。カチカチ山。山と思った。ちょ、これ出てんな、この前前回ふ忘れちゃう。えふでも硬い。あ、はい、うん、東山。中央そんなんじゃないっけ。風船山。フランケン違う フラ違う。フライどころだ山。フライパン山。よー来てー。フライパン山ね、燃えてるんやつ。いやー、はい、ピッコロ大魔王を復活させてしまった味は、間違った一味は。はい、ピラフ一味。味はちょっと。なんで今、58。なんやったっけ、タオパイパイか。はい。タオパイパイに殺された聖地、カリンの聖子は、はい、後にドラゴンボールに生き返った。はい、ヤジロベ違う、ウパーは考えるな。はい、あ、ポポやブー。あ、違う、ウやろ。ボボラ全然わからんけど、どんなキャラ。コウモリに変化できる占いロボの戦士の一人の吸血鬼は。吸血鬼男。吸血男。吸血鬼。それをもうそのまま英語で言うみたいな。吸血マン。ヴァンパイア。吸血マン。ヴァンパイアみたいな感じ。吸血マン。ヴァンパイア。違う。ヴァンパイア。吸血鬼をなんて言う？ヴァンパイマン。違う。吸血鬼をや。ヴァンパイアやる。ヴァンパイアって。ドラキュラや。ドラキュラ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 マン。宮殿。ヤムちゃんと戦った占いボブの戦士の一人の透明人間は。スケスケマン。ちゃう。スケオ。ちゃう。スケルトン。ちゃう。違う違う違う。ミスター。ちゃう。違う。この前出たそれ。スケ。スケさん。うん。スケさんか。俺これあれやろ、トイレの話やんのこんな。いや、んで、あの亀仙人にブルマがおっぱい見せて鼻血で血かかって降参すんの。これでとりあえず終わり。はい、それが上級？上級。それで全部？うん。あれ、ドラゴンボールって言うてもそれほんまにドラゴンボールで。うん。Z ないの？ Z じゃないと俺分からへんねんけど。フリーザ復活してる。ああ、そうそういう系よ。ウィルス編？フリーザ復活。どうよ、フリーザ編にしよう。その日人類は思い出した。はい。ワンピースがねえんだよな。ワンピースがどうかな。ドラゴンボール超スーパーね。スーパーブロリー。ちょっとスーパーブロリー最近の映画やろ。俺見たから大丈夫。俺知らんわ。知らねえってやめてく。やめてく。それやったらあのフリーザキャラクター別クイズとかある。あ、そういうのにしよう。ごくうん。ディディン。野沢雅子。早いな。アイデンティティ。え。ぶち殺すでもいい。いきます。はい。悟空の妻の名前は。はい。父。うん。悟空の二人の息子の名前は。はい。五点五点。え、ちょっと待って。ご飯五点の順番が正しくないでも。どっちもいいんじゃん。かなえ神宮も一日ある。はい。悟空の孫、ご飯の娘の名前は。はい、パン。はい。悟空の父親の名前は。はいはい。その父親、ご飯、バーダック。うん。
そっか。悟空が生まれた星は、はい、はい、ナメクセ。じゃあ、ちょっと待って。ベジータ。はい、悟空を作るカメ仙人が開発した気候波といえば、はい、カメハメ波。はい。そうよね。いや、難しい論文が。海魚王様から教わった悟空の一つ、はい。海王拳。元気玉。うん。悟空が海王様の元で修行した際に覚えた技、はい、海王拳。うん、早いね。四兵だ。悟空の育ての親のなんていうの、形に見る片身、片身ドラゴンボールといえば、はい、通信中、うん、けながらだけながらだ。孫悟空のサイヤ人名といえば、はい、カカロット、はい、なんて読むの、鳥山明、うん、作者の漫画の銀河パトロールジャコで登場して、うん、悟空の母親のサイヤ人はケールちゃう、ネギ、ネギウパネギみたいなやつネギやろ、ネル、ネルちゃうちゃう、ルネギネやサイヤ人到来時、うん、悟空は海洋圏何倍まで上げたか、うん、はい、はい、はい、8倍、10倍、12倍、ちゃう、4倍よ、うん、その時はまだフリーズに今のは痛かったと言われた際に使ってた悟空の海洋圏は何倍か、はい、はい、8倍、ちゃう、そこは12倍、10倍や、ちゃうは20倍や、うん、おー、ベジータの時が10倍や、10倍や言うてもらう、10倍ってずっとついて悟空なんてもんか10名だー僕が瞬間移動を教わった異星人、うん、あ、それだったっけな、異星人、うん、異星人は、はい、ヤードラット星、星人、うん、あー、それや、ヤードラット人、ヤードラット人、すげー、フュージョンは悟空が姉で何星人かが学んだか、いや、それ出てこへんな、え、ヤードラット星人じゃない、違う、ちゃうね、4文字、メタ、メタリカ、違う、メタ、メタルル、うん、違う、メタル、メタルミ、あ、メタモルや、うん、メタモルフォーゼやもんな、次、ラディッツが初めて孫ラディッツな大事やからラディッツラディッツが初めて、ラディッツかよ、ラディッツが、はい、お腹痛くなってきた。ラディッツが初めて孫悟空と遭遇した際にスカウターが示していた戦闘力の数値は、はい、はい、1500、はい、13万、違う、3000、違う、何ぼ、334いや、悟空が人造人間と戦い中で発病した病は心臓病、はい、あ、孫悟空と父の年の差は4歳、う、2歳、う、8歳、う、違う、6歳、違うわ、悟空死んでるからや、めっちゃ言ってるわ、15歳とかや、う、じゃあ30、32、う、なんぼ、0、くそったるなもんだよもう何をしか、孫悟空を事実上殺したキャラクターは、はい、はい、フリーザー、う、違う、ピッコロ、うん、とセルフ、ね、セルフ、悟空がスーパーサイヤ人になれた理由は、クリリンを殺されたから、あ、そう、フリーザにあって親友のクリリンが殺された時の怒りから、はい、悟空の兄の名前は、はい、はい、ラディッツや、はい、ラディッツや悟空の声を担当している声優は、はい、野沢雅子、アイデンティティや、悟空とベジータ、こっちこっちで、はい、悟空とベジータから、ベジータがポタラ、はい、はい、ベジット、おお、すごい、悟空とベジータがフュージョン、はい、ゴジータ、ああ、終わった、ほかほかは同点やわ、ずっとブルマ、ブルマ編、ブルマがいい、俺の好きな、そんなあんの、ブルマ、ブルマのお姉ちゃんもおるからないかな、ブルマはなんという会社の、はい、カプセルコーポレーション、はい、ブルマが発明したドラゴンボールを探すための、はい、ドラゴンボールライダー、そう、初登場時のブルマの年齢は、はい、16歳、ポイポイカプセル、はい、ポイポイカプセル
ボイボイカプセルの発明者でもあるブルボの父親の名前は、はい、はい、ブリーフ博士、はい、物語当初ブルマと交際した Z、 はい、はい、ヤマちゃん、ブルマは結局誰と結ばれたか、はい、ベジータ、はい、ブルマの長男といえば、はい、トランクス、はい、もう一人こと出てブルマの長女はブルマの長女はブラ、うん、あ、ブルマは基本的に悟空のことを何と呼んでいるか、孫君、うん、悟空さん、いや、そうですよねってブルマのモデルになったキャラクターといえば、外部からってこと、それは、うん、最有機の三蔵法師、うん、え、そうかそうか、ドラゴンボールの概念ともいえる漫画の銀河パトロールジャンコで登場したブルマの姉の名前は、トランクスじゃなくて、ブリーフじゃなくて、下着の名前に、下着の名前に、寒い時履くやつ、女の、メディケット何ホットパンツや、じゃあそれな、上のやつやけどな、下下に履くやつやろスポブラ、じゃあ何やそれ、ホットパンツ、え、ホット系ってことやろ、上から早く黒いは、え、黒いわ、タイツ、うん、以上、ブルマ編早っこんな感じやらしいわ、ちょっと大丈夫、早いですな、ちょっとなんか兄ちゃんアニメだし、ワンピースにする、ナルトかワンピース、ナルトええよ、ナルトにしよう、ナルトもめっちゃ悔しいで俺、一回休憩しよう、一回休憩しよう、3分休憩しよう、はい。